When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. 皆さんこんにちは、橋本美香です。今日のデザインはこちらです。じゃじゃーん。はい、もう10月なのでそろそろねハロウィンシーズンということで、今日はとっても簡単にできるハロウィンネイルのやり方を紹介します。はい、本当にやり方簡単で一瞬で動画終わってしまうので、お見逃しないように、はい、見ていってください。ではやっていきましょう。まず使用するカラージェルを紹介します。使用するカラージェルはこちらです。じゃじゃーん。レティジアカラージェルのアメジストパープルカドミウムクリアオレンジシェルピンクになります。ちなみになんですが、レティジアのカラージェル のボトルタイプ、コンテナタイプでも発売しております。じゃじゃじゃん。こんな感じでカドミウムクリアオレンジとアメジストパープルね。ちょっと今これまだサラなんですけど、例えばこのカドミウムクリアオレンジ、レティジアのカラージェル、中蓋が、中蓋とか銀の剥がすのめんどくさいやつ、あれをねつけてないです。はい、なんで開けたらすぐ使えます。こんな感じで、色はほぼ一緒で、テクスチャーが違います。コンテナタイプの方がちょっと硬くて、コンテナとして使いやすい粘土になっています。粘土は違いますが、それぞれ使いやすいように作られています。なので私的にはですね、フットネイルをパパッと簡単に終わらせたいとか、単色塗りですね、一色塗りしたいっていう時はボトルタイプがすごく楽なのでおすすめで、なんで楽かというと、もうボトルにブラシがついてるので、わざわざこのブラシを持ち替えたりとか拭いたりとか、そういうことをしなくていいのが結構楽だなと思います。はい、なのでフットや単色塗りにはボトルがすっごくおすすめ。あとはまあ左手で右手を塗るときとかも結構塗りやすいです。で、こういうコンテナタイプはですね、ニュアンスネイルをしたりとか、その他のいろんなアートをしたり、あとは、細かいところをきっちり塗ったりするのには、やっぱりコンテナとブラシというのを使って塗る方が確実にやりやすいですので、サロンでね使ったりとかするにはこっちの方がおすすめかなと思います。今後もね、いろいろアート紹介する中で両方使っていきたいなと思います。ボトルタイプから出ているカラーは全色コンテナでも発売するんですけど、まだね発売してないカラーちらほらあります。まあ年内には発売予定ですので、まだ出てないカラーももうすぐ出るということで、はい、楽しみにしていてください。今日のデザインに関してはボトルの方がやりやすいデザインなので、ボトルでやっちゃいます。はい、それではやっていきましょう。めちゃくちゃ簡単ですよ。まずは、カドミウムクリアオレンジ、こちらをですね、爪の、半分、こんな感じで半分に塗ります。で、残りの部分をアメジストパープルを塗ります。はい、そしたらこのまま硬化せずにシェルピンク、シェルピンクをこの間、真ん中2色をちょっと混ぜるような感じで、上から下、下から上みたいな感じでさっさっとね線を引きます。するとシェルピンクを挟んでいい感じのグラデーションになりますので、はい、この状態になったらライトで硬化します。で、シェルピンクね、でシェルピンクボトルに収納する前に軽く、はい、色が消えるまでキッチンペーパー等で拭いてから直してくださいね。そしてちょっとね、10秒15秒ぐらいの仮硬化の段階で一回出してください。そしたら次にこのスター、星型のこのゴールドのホロ、こちらをブラシとかパーツをくっつけるやつとか、あとはピンセットとか何でもいいんですけど、こういうもので取って、でちょっとね2個ぐらいちょんちょんとのせます。で、10秒15秒ぐらいで出したら、まだ表面に未硬化ジェルが少し多めに残っている状態になりますので、ここでくっつけます。では残り15秒から20秒ぐらいライトに入れます。ではその間にもう一つ紹介します。次はですね、カドミウムクリアオレンジを今度はね、爪の中心ぐらいから先端に取ります。で、アメジストパープルをちょっとずらしてね引きます。こんな感じで
色がこう重なって混ざって大丈夫です。でシェルピンク、シェルピンクは上からシュッと下にサッと引きます。こんな感じですね。はい、ではライトで硬化します。これも同じく10秒ぐらいですね。なんでこの仮硬化してる間にこの星を用意する感じ。あ、乗せすぎたあんまりね、乗せすぎるとポップさがちょっときつくなるので、個人的にはだいたい 1,2 個ぐらいでいいかなと思います。ポンポンと乗せてもらってライトで硬化します。はい、では硬化できたらノンワイプトップジェルを塗ります。で2つともノンワイプトップジェルを塗ってライトで硬化することができたら、はい、ということで完成です。いかがですか。はい、ちょっと魔女っぽい感じで、とっても可愛いハロウィンネイルができました。すごく簡単でしょ。他のネイルと揃えてみると、はい、こんな感じです。じゃじゃーん。これはね、もうほんとショートネイルでも可愛いし、ロングでもいいと思います。ちょっと爪が長くても綺麗になると思います。でこのぐらいのね、長さももちろんすごく綺麗なので、どんな長さ、どんな爪の形の方でも似合うネイルデザインだと思いますので、ぜひぜひ皆さんやってみてください。またね、写真もインスタグラムに載せておきます。はい、皆さん今年のハロウィンはどんなことをしますか。まだまだね、コロナの影響もあってなかなかパーティーしづらいかもしれませんが、そうですね、去年よりかは楽しめるハロウィンになればいいなと思っております。はい、ということでネイルだけでもね、楽しめるようにハロウィンネイルを紹介しましたが、いかがだったでしょうか。こういう季節もののネイルって本当気分が上がるし、季節を感じられてとってもいいなと思います。他にもこんなネイルデザインやってほしいというリクエストがありましたら、動画内のコメントで教えてくださいね。ではでは皆さん、今日も動画を最後まで見てくださってありがとうございました。しても参考になれば嬉しいです。よかったらまた次の新しい動画でもお会いしましょう。